とうとう始まってしまうわね、帝国軍と反乱軍の戦いの。中立を維持するのが我が白妖騎士団の掟ですが、ダークファルス復活を阻止するために今回は帝国軍側に参戦します。苦渋のご決断かとは思いますが、大変ありがたく思います。反乱軍の手によってダークファルスの封印、精神と魔力はすでに解かれました。最後の封印、魂が解放されてしまえば最新ダークファルスが復活してしまいます。そうすれば世界は再び滅亡の危機に瀕することでしょう。それだけは絶対に避けねばなりません。この戦いはダークファルスが完全復活を遂げる前に討ち取る最後の機会。私も白妖騎士団の一員として全力を尽くす所存です。ただ騎士団の重要な戦力が失われてしまったのが残念です。そうですね。まさかジャスパーが騎士団から離脱してしまうなんて。ジャスパー、本当に騎士団を抜けてしまうの？すまねえ。ジャスパーさん、どうしてなんですか？今までずっと一緒に戦ってきてくれたのに。戦うための原動力が俺の中から消えちまったんだよ。俺はこれまで故郷の島を滅ぼした牢の奴らへの反発と、戦わずに死んでいった親父への怒りに突き動かされて戦ってきた。だがよ、それは俺の思い込みだった。島を滅ぼしたのは牢じゃなかった。そして親父はダークファルスと勇敢に戦って死んでいったことを知った。まあ要するに俺は何も知らずに空回りしていた単なるアホだったのさ。そういうわけだよ、俺はシェルタンの森に戻ることにした。これからどうするか一度じっくり考えてみたいと思ってな。すまねえが、ここで抜けさせてもらう。分かった。今までありがとう、ジャスパー。ユリ、どうしてジャスパーさんを止めないの？ジャスパーだってきっと考えに考え抜いて決めたことなんだと思う。
今の僕たちを待っているのは帝国軍と反乱軍の一大決戦。迷いがあるようでは厳しい戦いの中で命を落としてしまうかもしれない。理解してくれとは言わねえ。無責任なこともよく分かってる。だがよ、今まで俺を支えてきた何かがガラガラと崩れちまったんだ。今の俺はこれ以上戦えねえ。許してくれ、みんな。戦慄を。はっ！やっ！そんな！かの意を打ち抜け。奏でましょう、戦いの戦慄を。奏でましょう、戦いの戦慄を。攻めも守りもいけるよ。そこです、もう一つ。まだまだ。かの意を打ち抜け。奏でましょう、戦いの戦慄を。はっ、そこ。いただきね。やっ。え、みんなを守るための力を今打ち抜け。ここに。発動の準備は整いました。いつでもいいよ。の準備は整いました。思いっきり行くよ。はあ。力とはこう扱うのです。はっ、そこ。いただきね。私はもう迷わない。私なら飛べる。私がみんなを守るんだ。さあ、行くよ。この力でみんなを守る。いっけー。この勝利はみんなのおかげだよ。じゃあな、みんな。長いこと世話になったな。な、ステラ。そっとしておいてあげなさい。きっと別れが辛いのよ。
体に気をつけてね、ジャスパー。この際ゆっくり休むといいわ。カオス班の班長は私が担当するから安心してちょうだい。ありがとうよ、姉さんが班長なら安心だぜ。ステラにはよろしく伝えておいてくれ。ところで、あなたのお仲間たちはこれからどうするの？俺はもちろん頭についてくぜ。どんな時もついていくって決めてるからな。私もお頭と一緒に森に戻るよ。そばについてないとちょっと心配だしね。そう、キリオン、あなたは？俺はジャスパーとも別れて一人で生きていくことにした。俺が追っていたジャスパーは死んだ。俺はふぬけた男に興味はない。すまねえな、キリオン。お前の期待に応えられなくてよ。じゃ、そろそろ行くか。ローザ、そしてユリ、騎士団をよろしく頼むぜ。わかった。ジャスパー、またきっと会おうね。ああ、じゃあ、アバよ。お頭、それじゃあ行きましょうか。ああ、ジャスパー、待ってくれ、ジャスパー。お、あれはローザか。お頭、それじゃあ先に行ってますよ。おう、ジャスパー、やっと追いついたか。どうしたローザ、そんな息せききって走ってきたよ。お前が抜けると聞いて私はどうしたらいいのかわからなかった。私もお前と同じように家族への思いに悩まされ、そしてカオスへの反発を力に戦ってきたからだ。だがこの白妖騎士団に入って私は変わったと思う。ローにもカオスにもいろいろな人がいる。そんな当たり前のことにやっと気づけた。そしてジャスパー、それはお前も同じではないか。ローとカオスの対立も王女という立場も抜きにして、ジャスパー、私はお前とこれからも共に戦いたい。だから騎士団に戻ってくれ、頼む。ありがとうよローザ、わざわざ追っかけてきてくれたよ。俺もローの奴らを前のように憎みきれたらきっと戦い続けることができただろうにな。ジャスパ
泣くなよローザ、お前に泣き顔は似合わねえぜ。知らぬ、私だってなぜ涙が出てくるのかわからないのだ。思えばお前とはくだらねえことでよく喧嘩してきたな。ローとカオスの戦争も所詮はくだらねえ大喧嘩なんだろうな。お前との喧嘩、ムカつくこともあったが楽しかったぜ。俺のために流してくれたお前の涙、忘れねえよ。じゃあなローザ、アバよ。ジャスパやっと帝国軍の陣に着いたわね。とりあえずジークに挨拶に行きましょうか。ローザリンデ、一緒に行きましょうか。はい。ジークのところにはあなたの命を狙ったゲルダたち兄弟が揃っているでしょうね。でもあなたは私たち白妖騎士団の一員、誰にも指一本触らせやしないわ。さあ毅然としていきなさい。くよくよしてたらジャスパーに笑われちゃうわよ。はい、わかりました。白妖騎士団当主ステラマリーです。久方ぶりにお目にかかります。我が白妖騎士団は帝国軍の陣営に参画したくまかり越しました。おう、ステラマリー、よくぞ我が陣営に来てくれた。中立を是とするそなたたちが参戦してくれたことを嬉しく思うぞ。父上、ローザリンデにございます。長きにわたる無沙汰をお許しください。ローザリンデか、息災なようで何よりだ。来たか。ネグルスで謀反を企てておきながら、よくシャーシャーと来れたものですわね。その件は全くの濡れ衣です。私には何だやましいところはありません。さーてどうだか。やめるんだみんな。反乱軍との戦いを前に兄弟が争ってどうする。今回の戦い、この私が作戦立案を含む全軍の指揮権を陛下より託された。その私の名において、ローザリンデと白妖騎士団の
客軍としての参戦を承認する。はっ、ありがとうございます。まあここは兄上の顔を立てておいてあげましょう。兄上の輝かしい晴れ舞台、そして負けるわけにはいかない決戦ですものね。報告いたします。反乱軍の部隊が攻撃を仕掛けてきた模様。部隊の規模は少数、おそらく偵察目的の攻撃かと思われます。こちらの手の内を探りに来たんだ。いいだろう、迎え撃とう。すぐに出撃せよ。感じる、そこ。その者どもを一人残さず逃がすな。我が牢の意向を奴らに知らしめておやり。待て、追撃してはならぬ。なんだと、なぜです。兄上、敵は山を乱して逃げ出しているのですぞ。絶好の追撃の機会ではありませぬか。ならぬと言ったらならぬ。陣に引き上げるぞ。確かに罠の可能性もありますわ。むやみに追撃せぬ方が良いでしょう。所詮で敵を返り討ちにしただけでもよしとしましょう。良いか。今回に限らず、こちらから敵軍に攻撃を仕掛けてはならぬ。敵が攻撃してきた場合、迎撃は許可する。だが、決して追撃はせぬように。もし勝手に攻撃や追撃を行った場合は、皇族といえど、厳罰に処す。白楊騎士団、承知いたしました。くそ
兄上、何をお考えなのかしらね。報告いたします。反乱軍の部隊が現れました。中規模の部隊が散発的に我が軍の陣を攻撃しております。来よったな、カオスどもめ。今度こそ一人として逃がさぬぞ。兄上、敵を迎え撃つことは構わぬのでしたな。もちろん、すぐに出撃し撃退せよ。よし、反乱軍どもめ、目に物を見せてくれる。感じる、そこ。いつでもどうぞ。かの意を打ち抜け。やっ、行きますよ。それ。みんなを守るための力を今ここに。思いっきりいくよ。はあ、そこです。もう一つ。動かないでくださいね。寝耳に水でしょ。私がみんなを守るんだ。さあ、行くよ。この力でみんなを守る。いっけー。白妖騎士団に勝利の栄光を。グスタフ殿下、敵が退却を始めましたぞ。反乱軍どもも大したことはないな。よし、この勢いに乗って追撃だ。今度こそ奴らを殲滅するのだ。待て、グスタフ、追撃してはならぬ。部隊をまとめ、陣に引き返すのだ。なぜだ、兄上、なぜ追撃してはならぬ。我が軍の勝勢は明らかだ。この機に饒舌してどうする。前にも言ったはずだ、決して敵を追撃してはならぬと。もし我が命に反するようであれば、軍旗に照らして処罰するぞ。くそい。グスタフ殿下、ここは辛抱なさいませ。エルヴィン殿下には
おそらく何らかの策があるのだと思われます。それに帝国軍の指揮権を握っているのはエルヴィンですから、逆らってはなりません。言われなくても分かっておるわ。だがいつまでも守ってばかりでは負けはしなくても勝つことはできん。兄上はそれを分かっておるのか。くそ、くそ。